とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン終盤がちょっと難しいぐらいで、まあ、基本的には楽勝な、シーズンですね。でも、難しいところをちょっと装備ミスったりすると、結構厳しくなりますので、まあ、装備はミスらないように、選んでいってください。まあ、序盤は本当に楽勝、特に問題なく、誰でもクリアできると思います。よっしゃ、ちょっとチビが鬱陶しいけどね、でも特に問題はありません。1回クリア、1回でパワーシェイカーですね。で、今シーズンね、結構敵がまとまって出てきてくれるんですよ。まとまって出る。だから、早めにクリアはできると思います。うん。クリア速度は、まあ、急げば26分とか、それぐらいでいけるかな。うん。まあ、時間かかったとしても、30分ぐらいでいけるので、まあ、この30回編成の、タワーとしてはかなり早めの工夫ですね。で、一応ここ、こいつ、エンチャンターが何体かいますので、エンチャンターを早めにね、まあいつものことですけども、倒してください。両刃斧を取っていきまーす。で、エンチャントで、吸血。で、火属性。で、さっき入れるの忘れましたけども、クールダウン入れておいてください。今回ね、最初からクールダウンがあるので、よっしゃ、パワーシェイカーとかが結構使いやすいですね。えい。で、ここ結構ね、後々まで湧くんですけども、今回はそこまで湧きません。もうある程度倒したら、さっさと先に行っちゃいましょう。まあ、時間かからずにね、サクサクいけるっていうので、まあ、今回は意外と楽しいシーズンではないでしょうかね。はい、3回クリア、ドラでーす。ボーンクラブでもいいんですよね。ドラが後々出るので、ボーンクラブでも、まあ、ありっちゃありだけども、まあ、最初から持ってた方が、ボス戦とかは楽になります。OK。で、開けて、で、ここで、パワーシェイカー使って、もう一気に草刈りしていきます。もういい。草刈りがね、結構、めんどくさいんですけども、まあ、パワーシェイカーあれば、意外と、そう苦でもないですね。はい、4回クリア。さっさと行きましょう。今回ちょっとね、序盤が難しいけども、終盤が難しいけども、装備はね、結構しっかりしたやつが出るので、大丈夫です。クールダウン多めにね、入れていきましょう。で、ここは、エンチャンターね、注意です。まずこの下の方に向かっていってください。上に行っちゃうと、下からエンチャントされて、苦しい状態になるんですよね。なので必ず下から入っていってエンチャンターから倒します。で、ここでバーストです。いきましょう。バーストエンチャントはまだ入れません。まずはクールダウンからですね、入れていきます。重要なのはクールダウン。いい、開けとこ。あ、パンまで上に登っちゃった。まあいいけど。で、今回意外と矢がね、たくさんあると嬉しいです。難しいところが、まあ、矢があるとだいぶ安定してクリアできますので、矢が出てくれると意外と嬉しい。まあこれは毎回のことなんですけどね。で、ここで
何も取りません。うん、これ強いんだけども取らない、いらない。このまま進んでいきます。星よるね、結構エンチャントも悪くなくって強いんだけどミスったミスった。パワーシェイカー取るの忘れてた、使うのを。パワーシェイカー使って、クリーパーを処理するようにしてください。完全ミスったな、まあ、パワーシェイカーが、まあ、ミスったとしてもドラを使うようにね、うん、しっかりしてください。そうするとダメージ受けません、でここでねカメ取ります。カメでエンチャントは特にいらない、火属性を伸ばしてください。で、長弾にね。OK。まあ、クールダウンは、なくなっちゃうんだですけども、それでも耐久力は上がります。そう、今回ね、よし。おお、肉取っちゃったか。最初の商人がユニークなので、最初の商人では、武器を上げたい。うん、防具の傭兵、あれも結構強いんだけども、あ、で、こっち、蜂ね。あれ強いんだけども、このね、ボスの後に出てくる傭兵の方が強いので、そっちを使います。で、ここで、両刃斧をワールウィンドに変えますね。で、ボス。まあ、特に問題なく、倒せると思います。ワールウィンド強いからね。よし、まあ、どっちからでもいいです。両方一緒に倒したね、うまいこと言った。で、ここで傭兵です。こっちクールダウンもついてるし雪玉もあるんですよ。これが強い。で、ポーションバリア入れるっていうのも、まあ、手ですね。うん。でも、サクサク行きたいならば、よし。絶対クールダウンの方がいいです。いい。ナイス。ありがたいね。よし。ありがたい、ありがたい。矢がこの状態で243本、おう、なかなかいい感じかなと思います。よっしゃー。で、おしまい。11回クリアですね。何もいりません。いきましょう。で、ここもクリーパー多いです。おー、危ねえ。なんかアイテム取ったな。よし、おお、いっぱい出た。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ういー。ワールドウィンド強いのよ。すげえ火力です、これ。よっしゃ。12回クリア。何もいりません。乱射強いけど、次でもっと強いのが出るので、乱射は取りません。やっぱこの衝撃波のダメージがね結構いい感じだもんね。 OK。 でもってこの火属性、これもいい感じに削ってくれる。しゃ、でも強敵も一応出るけども、特に問題はありません。オーケー。意外とここは後空きします。あとの方まで敵が結構出てくる。はい、逃げんな。あれ下にね逃げ込んだ時がかなり時間かかるので、
下に逃げ込ませないようにね、倒していきましょう。で、ここ、コグでもいいんですよ。コグでもいい。でも個人的には、ハプンの方が今回使いやすいかなと思いました。で、エンチャントはまだ入れなくていいです。まずは、クールダウンと、雪玉。これをね、完成させてください。防具優先。よっしゃ。で、ハープのいいところは、ノックバックがあるところだね。こういうところで、結構敵落とせるので、使いやすいです。で、ここのスライムで、矢がたくさん出てきたらいいけども、出てこなかったね。出てきませんね。まあ、しょうがない。ミスった。俺、蜂とか使っちゃったわ。まあいいけど、よし、 OK、 おしまい。ということで14回終了です。あの下のね、下段にいるスライムがちょっと倒しにくいっていうのがね、問題なんですけども。で、ここでパワーシェイカーをパワーアップさせていきましょう。で、防具に雪玉さんね。よし。で、ここもクリーパーとか出るけども、まあそんなに問題はないでしょう。よし。ほんとハープンね、優秀なのでぜひやってみてください。ノックバックがすごい効きます。で、15回終了でーす。で、ここでね、種取ります。うん。鉢のまんまでもいいですよ。でもね、種の方が、なんかダメージも与えれて、いい感じ。うん。あの、クールタイムもすごい短いしね。使いやすいのよ。よし。クールタイム短めなので、お、危ねえ。クリーパー処理に持ってこい。で、HP の低い雑魚なんかはね、あれ一撃で倒せるんで、いいっすよね。はい。終わりかな？あー、これし、これね。で、16回終了でーす。で、ここで、両刃斧の取っていきます。まあ、ワールドウィンドも強かったんですけども、もうパワーがね、若干足りてないのでこっちに変えていってください。今日だと輝きがいいかなと思います。で、ハープーンも若干パワーアップさせてください。よっしゃ、 OK。 で、ここも、エンチャンターね、出ますので、注意してください。オッケー。で、タワーレースか、そうタワーレースが意外とダメージでかいので注意ね。で、17回終了です。何もいりません。いきましょう。で、18回問題ないですね。特に難しくないし、速攻で倒していけます。で、ここは強打が効いてるのかな。うん、強打で結構ダメージ与えれる。ちょっと強打と村人の破滅、あれ倍率が高いからいいんですよね。では倍率が高くなって使いやすい。しゃ。で、ここタワーレースがいるんで、あれが毒になった時に注意ね。毒ダメージめちゃくちゃ痛いので、これは注意してください。で、18回終了。
何もいりません。で金細工で傭兵をあげます、雪玉とクールダウンが3-3になってるのを確認してあげちゃってください。何がついた？炎の道、まあいらないかな。若干のダメージはなるかもしれないけど別にいりません。でボスでーす、エンチャント入れてください。強だね。まあ、毒の雲とか入れても全然いいと思います。いきましょう。ここは強打がすごく役に立つと思います。よし、はい、終わり。20回クリアです。で何もいりません、爆発クロスも強いけども、この後また別のやつ出るのでいらないかなっていうところで、21回は難しくないです。22回がねちょっと難しいので、22、24かな、難しいのは。ここを注意していってください。 OK、 ナイス。ハープね、あのホーミング機能がついてるんで強いんですよね。かなり敵を追っていくんで、よっしゃ、 OK、 当たらんかやっぱりそう簡単には当てれないよね。はい、いや、21回終了で、ここでねどっちでもいいです。愛のメダルでもアップドラフトでも、まあ、アップドラフトだったら、最後のボスにも使えるので俺はそっちの方がいいかなと思います。種と交換してください。でここがね、一番難しいところです。一応ガードストライク入れとくと安心だね。ガードストライクでちょっと安心感が増します。でエンチャンターは早めに倒して、よっしゃ。で特にロイヤルガードには注意。 OK でね、弓を多めに戦っていくと間違いないです。弓多めでアップドラフトでね追撃していく感じ。最初に、ブワーッと出てくるんで、あそこさえ抜けてしまえばあとは問題ないと思います。最初がね結構出ます、そこ注意。うい、はい、22回終了。まあ多分今シーズン一番難しいとこなので要注意。何もいりません。でここもね結構敵多いです。うん、結構多い。あう、食らった。よし、なんで回復はすぐ使えるような感じに準備しておいてくださいね。よし、まあ、輝きで意外と回復はできるんですけどね、思った以上に敵がねこう出てきますね。注意、はい、23回クリア。まあすぐ終わるので気持ちいいですけど。んでもってここでサイス取っていきます。龍馬斧もまあ十分強いんだけども、こっからはサイスの方が、まあ、個人的にはいいかなと思います。こんな感じですかね。衝撃波と弱体化さえ入ってればいいかな。ダメージが結構痛いですし、できれば速攻で倒したい。なので弱体化とダメージの上がる衝撃波です。ここ毒のねレイスが出るんですよ。なんで、要注意。アップドラフト使っていけば
まあ意外と安全に倒していけるかな。とにかく多い、この毒レイスが。で、足止めちゃうと、もう速攻で HP 持っていかれるので、足を止めないように戦っていきましょう。はい、OK。終わりかな。はい、まあ、24回もちょっと難しいので注意してください。何もいりません。あとは特に難しいところはないですかね。あ、いや、ちょっとあるか、若干難しいけども、まあ、22回24回に比べれば特になんてことはないでしょう。 OK、いいね、セロ、よし、危ない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 、終わりかな。はい、25回、サクッと終わったね。んで、ここでハープーンをハープーンに、パワーアップさせてください。で、エンチャントですけども、追い打ちと虚無1でいいです。虚無1。うん、それだけでいい。あとは武器に振ってください。虚無3もね、いいけど、あとあと武器につけるので、弓の虚無は1で十分。OK。もう橋の上に出てくる、ネクロマンサーが結構鬱陶しいので、もう速攻で倒していきましょう。まあドラ使って、パワーシェイカーとかね、もう速攻でやっちゃってください。あ、もう、はい、26回終了。ボーンクラブ取ります。これが最終武器ですね。とにかく必要なのは虚無です。今日もクリティカル、衝撃波か、旋風、まあ、個人的には衝撃波の方がいいかな。旋風の方がダメージは上がるんですけども、ちょっとかなり密着しないと当たらないので、衝撃波の方で出ます。はい、やっぱ反逆者に比べるとあれだね、振りが遅い、むちゃくちゃ遅い。まあ、25% ぐらいなんでしょうけどね、攻撃速度アップ、反逆者、それでもなんかすごく遅く感じるな。よし、でここもエンチャンター鬱陶しいので倒してください。ここ鬱陶しいで強いんだよね。よっしゃ、危ねえ危ない危ない、しゃあ、あ、あそこにいたか。よし、こいつらもね、あー、なんか変なとこに挟まってる。ハープーンで落とせたりするのでお得なんですよね。で持って終わりか。うん、ここ意外とね長くかかったりするんで、サクッて終わってよかった。で、ここクレイモアに変えてもいいんですけども、あれ虚無ついてないんですよ。なのでやっぱり虚無のついてるこっちの方がお得感があるかなと思うんですよね。はい、落とせ。お、いた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 。危ない危ない危ない。中にね、こう入り込まない方がいいですからね。ちょっと今調子乗って中に入っちゃったけど、絶対中に入らない方がいいから。 OK、 必ずこっち側で迎え撃った方が安全です。よしよしよし、ハープーンがノックバックさせてくれるので結構安全にいけます。うん、ちょっと時間短縮してノリノリで行きたいなっていう人は中に入ってもいい。
ただちょっと難しい。かなり敵が出ますからね。終わった？はい。ちょっと無謀なことしましたね。逆に時間かかった。んで、ここ、いりません。で、最後の商人ですけども、このね、パワーシェイカー、アップドラフト、上げてもいい。でも、個人的にはボーンクラブを押します。キョムさんが入ってるので、キョムドラを使って、もう一気に削ってあげると、いい感じになると思いますよ。OK。いいかな。あとはいい。キョム当てて、倍率を最大まで上げて、ドラと攻撃ね。そういう感じで。一気に攻め込んで、あげましょう、ちょい。OK。いいぞ。これ意外と、範囲広いから、シュート。OK。いくかな。オッケー。はい、あー、こいつは出したくなかった。リーフリーフ出したくなかったな。はい、ということで、クリアです。いや、25分台で行きたかったけどな。26分台でした。ネバネバ最後に見よう。リフレッシュ2、爆発3、あー、いらないか。ネバネバは3だったらまあ良かったけどね。まあ持ってるけど。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。